年何組ですか？分かるだろ、さすがに。せーの、1年7組。そうですね。一軒の夢、これ分かるじゃん。簡単すぎるんだけど、ちょっと。せーの、声優。声優ね。待って、音楽止めてねえじゃねえか、それ。わー、はい、連続正解だぜ。どうぜ。逆にこれ知らなかったらやべえだろ。一軒の好きなお菓子は2つあるんだよ、2つ。よし、これはこれで信じよう。せーの、カキピ、せんべい。おー、全部はいかないよ、それ。あれ、さっき前、前回の動画でお前全部って言ってたんだけど、りっくんがこれだけは食べれないと思う食べ物は。そう、せーの、わさび。個体のチーズ。わ、個体のチーズって、おい、わさびじゃない。わさび別にそんな無理、食べれないじゃない。食べないだけで食べれないだけじゃん。食えよ。食べないだけでって言ったら食えよ。ゲームやって不適されてるんですか。まだ全然前半の方なんですけど。どうもね。にゃー。こうなっちゃった手前、どの辺で引き返そうか考えてるのでしょうか。今さら元気にすることもなんか恥ずかしい。そう考えているのでしょうか。今なら剥がせる顔では、この顔、この手だったら。熱け、熱く顔剥がせ、顔剥がすんだ。もっとだ、もっと、もっと剥がせ。熱け、お前ならいける。熱け、何卓球やってんだのんきに。お前じゃないと俺と熱けは勝負できない。なんでわざわざ狭いとこ来てさ、邪魔みたいな腕やられなきゃいけない。邪魔したい。聞きました今。ミニゲーム、ミニゲーム。なにこれ、4位だから。で、それで誰か当てるというゲームです。誰の顔でしょうか。うわ、リアルにできてるね。もう分かるもん。じゃあ誰、顎の長さで分かるもん。これ絶対やっくんだよ。あっか、いいよ。本格的にダイちゃんはいつもこの口するしてるから、ダイちゃんです。いいよ。キュこれはダイちゃん。え、ダイちゃんやってないよ。これ誰だ。これはダイちゃんかな。俺、これから。じゃあ待って、あっくんまた隠れて。あっちちゃんになったんだ。まいちゃんいいよ。はい、じゃあいくよ。はい。いいよ。大丈夫。ゴリラ、ゴリラ。出るよ、これなら。大丈夫、大丈夫、俺いるから。だんだん荒くなってきた。嫌だ。これどういうことがわかる、なんで被るか。水が思いっきりかかってきた。そうそう、これから荒くなるって。
でもそれ、7隠れちゃったらつまんないから、ね。すごいねあずきあずきじゃじゃん。大地に先生になってもらいました。ということで大地先生それまで寝てます。俺はヤンキーだ。あ、来たー。ありがとうございます。先生、寝てどうするんですか。今日の授業は、囲碁というものをやっていきたいと思います。はい。先生、犬は英語でキャット。ドッグだよ、バカキャットだし。猫をキャットっつんだよ。犬をキャット、猫がドッグ。まあ、バナナはどっかで。ドッグ書いて、先生。わかりました。英語でね。絵じゃねえ、つってんだろ。なんで笑ってんだよ。いやもう人間の体体それ。ドッグは高学年ですよ先生。はいはい、こうです。まあね、私は本気出せばこんなにない。最初はどうしますか。見ねえとかあげねえじゃん。いきますよ、3、2。どっちかよ。じゃあ皆さん英語で自分の名前を紹介してみてください。先生、お手本お願いします。ハロー、マイネームイズ大地。おお、できるね。 How are you? What's this? How are you? What's this?How are you? What's this? What's this? あくん、自分の名前の自己紹介をお願いしたちます。 Hello, my name is Atsuki. Hello, my name is Toke. あめさん、朝ごはんは何を食べてますか。僕たちはですね、目玉焼きも同じです。ベーコンちゃんを置きます。えっ、うわー。そしたら今度は卵ちゃんです、ね、卵やった。じゃあ待って、見せていくよ。あ、火が入った。そしたらこうやって、おー、やれます。で、次はこれをオーブンでチーンってします。じゃあ持ってこうか。で、オーブントーストで焼いた目玉焼きがこちらです。たぶんね、よいしょ。最近ね、ソースもね、すごく多いです。おすすめです。じゃあ今回はね、塩コショウをやりたいと思います。じゃあ焼き上がりました。僕たちの朝ごはんができました。はい、パンがね、いいですね、やっぱ。うん。で、一番の目玉が目玉焼き。ダジャリじゃないよ。学校がある日も、夏休みの日も、この朝ごはんは変わりません。チョキンチョキン。これ以外は食べません。マジ。今日も一日元気にいきましょう。いただきます。という感じにします。で、こうやって下に並べるらしいよ。火をつけたのかぶせます。で、これ最初はすごい煙が出るのでね、
気をつけてください。何が出るかな、何が出るかな。これで火起こしは完成です。第一に俺が決勝してあげようかなって思います。逆じゃない、俺が第一に決勝してあげますって。じゃあね、俺より早速やっていきたいと思います。無視しないで。最初にどれを使うのかな。ヘアトリートメント、これやるか。まずうまいちゃん、ヘアトリートメント出してる？ちゃんとこっち見て。お、いきましょう。はい、こっち見て。ワイルドケー、腹立つな。ヘアトリートこれ、風呂上がった後とかにするパターンのやつ。ヘアある、ヘア、あ、ヘア、ヘアだ。頭を洗わないか。じゃあまず美顔器やりましょうか。何美顔器やって。え、まいちゃんこれ何、まいちゃん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 、何これ、ワンツーって言って、えぇ、ー、やばー、これは？これさ、チキンバーガーのタレみたい。はい、こっち見て。はい。汚ね、ゴキやがって。お客様、当店、おならが禁止となっておりますので、くっせぇなー、くっせぇよー、お前、ポテチみてぇな匂いしやがって、お前。とりあえず、あ、ほら。それ、ただの鉛筆でしょ、ただの、それ、鉛筆。鉛筆がここに入ってるわけねえだ、はい。あー、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 ねえ、ねえ、動かないでって言ってんの。あー、ねえ、ちょっと待って、俺先端恐怖症だから目、だだだ、目閉じろ。だから目閉じても感じるの。ねえ、たけるんで、あー、動くかな、あー、動くなよ、腕よ。え、大地、これ意外といけるぜ、今回。あ、見て。はい、ということで皆様、そろそろモザイクが外れると思います。3、2、1、ペッペーと、最先端の化粧ですよ、これ。ファッション分かってない、最近の。最先端のお化粧です、これ。ここちゃんとライン書いて、小顔効果を狙いつつの、眉毛4本。ヤホーガンガン天候ゲーム、これぐらいのさ、年齢のメンバーでやるっつのはいないんじゃないかなと思いまして、どんなカオスなね、まあ、ナナとはまず理解ができるのかってところから始まりますけれども、どんな風になるのかどうぞ楽しんで見ていってください。では早速やっていきましょう。目ん玉が飛び出てしまいました。頭が、飛び出した。目ん玉が飛び出した。目ん玉が飛び出した。
くよ。ナナ、なんて言った？さっき。目ん玉を食べ出したって言ったの。ナナさ、声聞こえてるよ、あつきの。ダメだよ、これ。今から、伝言ゲームではなく、会話をします。ガンガンにしながら。で、ちゃんと会話ができてるか。もしできていないのであれば、それをお楽しみくださいということで。運動会は見に来れなかったから、マラソン大会は見に来てね。マラソン大会何位取れ、何位がいいの？絶対行く？絶対来る？絶対来る？絶対90位？来る？絶対来るね。絶対90位？じゃあ、絶対90位。マラソン大会絶対。もうちょい上でいいんじゃない？もうちょい上でいいんじゃない？もうちょい上でいいんじゃない？今回は羽田空港にパパがね、出張行ってるので、この2人だけで電車とバスを使って、迎えに行きたいと思います。羽田ってどっちだっけ？わかんない。来たぞ大地。わかんない、このさまようんだよ。車かっこいい。結構ここで合ってんだよな。第2ビルで合ってんだよ。第2ビルで合ってる。何回か分からなくてビビっちゃってるんですよ。雲の上走ってた？そうだよ。私たちは第一に行くはずが第二へ来てしまいました。一個過ぎた第二に来ちゃった。まずね、降りる駅すら間違ってる。第一にも恥をさらしてもらおうと思いまして、今回第一さんにもですね、小学3年生の、今4年生なんで、一個ね、1年下のレベルの漢字テストを今からやってもらいたいと思います。はじめ。あ、これ4年生、いいですね。1問目からわからないと言っていた俺とは大違いですね。あと1問らしいです。時速の速の字がわからないらしいですね。時間が早いとかの早いって書いてますね。いやー、公尺の尺とか書けますか皆さん。今公尺って書いたやつって公尺って書けますか。3分11秒を残して、大地さんテストを終わらせることができましたということで、まあさすがにこれ全部俺わかるんで丸付けしていきたいと思います。理由、まあ、理由ピンポーン。ナイス。問題ピンポーン。ありがとう。実はこれ合ってます。おお、よかった。鈴木くん合ってます。惜しい。運ぶも合ってます。動くも合ってます。発明も合ってます。消化も合ってます。おお、物は合ってます。10問。短いがね、これ惜しいね。え、これいい？これいらない。あー、いや、惜しいけど、チェック。惜しいね。全18問中、17問正解ということです。あの、短いの送り仮名がイなんですよね。だから、そこだけちょっと惜しいなっていうところ、俺もね、ちっちゃい時間違えてた。だから気持ちはわかるんですけども、なんだてめえ、恥かきに来たんじゃねえのかよ！おい、くれ！
ソーセージ。キキ丸々ソーセージ編。こちらから、シャウエッセン、チョコボナカちゃん、燻製屋、はい、そしてコウくん、でこれがアルトイバエエイバエルバイエルバイエルついてないよ、アルトバイエルアルトでいいよね、やっぱ燻製屋いい匂いですはい、いやでも難しいね、ちょっとね一通り味見が終わりました。前回はもう俺ね次勝つって言ってあるから、うん、あれ俺はブラック立てない派だから、あっ、はい、はい、ではいきます、じゃあこれでいきます、はい、一番右から、うん、うん、このこうくんね、うんうんうん、オッケー、何十番にゃ、あれ口が汚ねえよ、燻製屋、燻製屋、買えたまいいからね、途中でこれ一番左、右ね、あ、右、それを一番左にやってみて、あ、これで OK、 一番目ピンポン、二番目ピンポン、三番目ピンポン、四番目もピンポン、初めて全問正解、大地、そうだね、そうだよね、分かったよ、でもおめでとうございます、おめでとうございます、ブラック立てないって言ったでしょ、今回ね、俺と大地が全問正解、優勝ということで、今日はありませんということで、また次回の動画でお会いしましょう、バイバイ、チャンネル登録よろしくね、成田国際空港。